ょっと早いですけど、ヒックンの誕生日の、バースデーフォトの撮影のためにここブライダル、ブライトンビーチに来ております。はい、ブライトンビーチ来ました。見てください、このなんていうの、小屋、うん、すごい綺麗、小屋が連なるビーチはね、有名なところ。メルボルンといえばシティのフリンダースステーションかここかとかってね、うん、すごく有名な観光地で、そう、有名な、さっきまでここすごい人だけで帰ってて、うん、無事撮影を終えたところなんですけど、うん、今日はこのビーチの周辺のブライトンステーション、ミドルブライトンステーションの周辺も散策してきたので、うん、そのあたりのカフェだったりとか、おしゃれなお店だったりとかも、いろいろ見てきました。ここ、かわいいお家と綺麗な海をフルに使って写真撮影をしたので、その様子をどうぞご覧ください。最後まで見てくれてありがとう。見てねー。スタンゲーコインお願いします。はい、ミドルブライトンステーション付近のエリアに着きました。はい。早速見て回りたいと思います。行ってみましょう。商店街が海に行きました。商店街、ちょっとお店が続いてるね。海に行きました。海の近くで。ここはだいたいシティから電車で20分ぐらい、うんうん、1本で来れるみたいです。アクセスもいい感じですね、うん、車でもシティから30分ぐらいかな、うん、で来れました。海の近くはね、何もないみたいなんで、このミドルブライトンステーションと、もう一つのブライトンステーションっていう周りをちょっと散策したいと思います。はい、おしゃれな、すごいいい匂いする。うん、なんだろうこれ、なんか売ってるね、うん、お肉屋さんの前でソーセージ、ホットドッグかなが売ってます。美味しそう。カフェが多いね。そうだね、カフェとお洋服屋さんと、そんな長くないね、商店街自体。あとはここはお土産屋さんかな、ギフトショップだって。お土産屋さんに入ってみました。いい匂いするね。いい匂いするよ。おしゃれだよ。やっぱなんかブライトンエリアなんだけど、なんかおしゃれな気がする。やばいね、ギフトショップ。そうだね、お土産屋さん。こういうオーストラリアのかわいい柄がある。メッセージカードがすごいけど、見て、これ全部メッセージカード。ほんといわゆる普通の雑貨屋さんだね。そうだね、うん、おもちゃとかプレゼントのラッピングが売ってます。かわいいオルゴールが売ってました。ひーちゃん見て、アリエルみたいなのもあるね。えっ、これうん、あ、これもかわいいね。やっぱ海辺の街はおしゃれだね。そうだね、やっぱ綺麗にできてる ね、うん、すごい。こっちの奥にもやっぱりちょっと広がってるし、少しだけこっちにもあるね。カフェとか、もしなんかご飯食べる系とかなら、ミドルブライトンステーションのこの一角かな、ブルワスがありました。ボトルショップもあります。なんか買い忘れた時には便利だね。ブルワスがあると、うん、はい、ミドルブライトンステーションに帰ってきた感じかな。一周しました、うん、こんな感じで一周してきました。よし、じゃあ次はブライトンステーションに行ってみましょう。よし、じゃあ行くよ。ブライトンステーションに、プールじゃないの、プール、ブライトンステーション向かってる。うん、もう左がそうだって、今一周してきたけど、うん、住宅地だね。うん、何もなかった。びっくりする。で、お買い物はミドルブライトンステーションまでお願いします。
来ました。住宅街がね、すごい高級住宅街すぎて、すごい土地がね、すごい大きい上に建物も立派。さあビーチに行きましょう。駐車場料金もすごくて、2時間で16ドル近くしました。すごい、この小屋ずっと見てみたかったんだ。初めて来ました、ブライトンビーチです。こっちは裏側だけど、いろいろあって今は100軒近く小屋が連なってるみたいです。すごいね、いっぱい来てるね。ピーちゃん、今日はね、海で遊びに来たというよりはこの小屋を楽しむ日なんだけど、そうだよね。ピーちゃん海だよね、ごめんね。でも今日寒いじゃない、入ったら。海入るの？本当に？本当？ピーちゃん、今ね気温多分15度ぐらいで、寒いよね。寒いじゃない、ちゃん。じゃん、ちょっとちょっと。あ、そういう感じか。すごくいい景色。お水も綺麗です。透き通っててね。お水のさ、あ、本当だ。ね、透き通ってるよね。あの、サントキルネより全然綺麗だね。そうだね、比べてはいけない。比べてはいけない。入ってみたの？入ってみたね。ダメ。ちょっと寒いかな、ジャンバー着ようか。ぎゅ全然寒くもあるし、足出てるし。足長いからね、ヒップンね。髪の毛もかっこいい。髪の毛もかっこいいです。ラビーてます。イケメンだろ。僕イケメンだろ。写真撮影タイムです。どう、かわいいの撮れた？いいね。よし、じゃあ向こう行こう。行きましょう。はい。あ、ヒック抱っこしたかったの？ちょっと待って、撮影前にそんなここで寝転がらないでくれ。ヒちゃん、パパとママの写真撮っていい？お願い。ママ、ヒック、パパ、こっちいて。はい。ま、ちょっと座ってよ、ここに。じゃあさ、ひーちゃんも座るよ、ここに。ちょっと待ってて。せーの。じゃあ何してんの？クリーンにして、じゃあ足や。足クリーンにしてんの？うん、羽で？海外の掃除の仕方、おしゃれ。海外の掃除の仕方なの、これ。すごいわ。バイバイってしてる。バイバイでーす。裏側もおしゃれでした。ちゃうよ。
おー、主役奪い取ったね。かわいい。プリンセスの挨拶は？かわいい。かわいい。昭和のギャル。ポップティーン。おしゃれ。カリスマモデルだ。いいよ、世界撮れるよ。あっといい。ゆっくんはママがいなくても頑張ってます。かわいい。いいよ、赤ちゃん界のミッキー。あー、気づいてきた、気づいてきた。頭いい。ダメだ、泣かされる、泣かされる。あはい、無事撮影を終えました。1歳誕生日おめでとう。ゆっくんおめでとう。おめでとうね。撮影が終わりました。ひちゃんどうこだ。ひちゃんどうだった？写真パシパシしてもらったね。できた？すごい楽しそうだったね。ひちゃんね、すごい盛り上げてもらった。うん、そうだね。日本人の方に撮ってもらえたのがさ、また良かったよね。言葉もさ、やっぱりちゃんと通じるし、雰囲気とかそういうのもちゃんと通じるし、日本人の方のあのフォトグラファーさんがいて良かったね。今日はリナさんに撮っていただきました。気になる方は概要欄に貼っておきますので、そちらからリンクに飛んでみてください。はい、はい、じゃあひーちゃん、それでは最後まで見てくれてバイバイ。おめでとう。あ、歌歌って、バイバーイ。